はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツユニオンクロス続き見ていきます。さあ、シュガーラッシュの、まあ、終盤になるかな、映画で言うとね。黒幕が誰か分かって、お城に向かうとこですね。フェリックスがそろそろ活躍しだすかな。はい、力を得、安全圏だと思ってた主人公も一緒に落ちましたね。はい、潜入成功。ね、これ壊したバネロペのカートの部品ですよ。足んなそうだけど。うん。このままじゃバネロペに合わせる顔がない。確かにね。まずはフェリックスを探そう。フェリックスの能力は何かというと、っていうことですよ。多分ね。はい。映画見たけどね、ちょいちょい忘れてんだよ。じゃあ、再開ね。すげえ、ウェハースだ。鎖は何だろうね。鉄っぽいけどね、これも。どこかな。嬉しくない。何か僕に言うことがあるはず。何も聞きたくないよ。私も聞きたくない。めんどくせえな。喋らなくてもいいよ。でもこのカートをすぐ直してくれ。うん。態度悪くてごめんね。でも君が本当に本当に許せないんだよ。僕がどんなひどい目にあったかわかる？なんかあったっけ？チョコミルクの中で溺れ死にかけたし。うん。ねえ、これがあるから俺あんま好きじゃないんだよ。魅力的な女性と出会ってさ、つって。もう僕は彼女に夢中でほっぺが真っ赤っか。でも彼女に肘鉄砲を食らったんだ。ああ。あ、でもそんな大変じゃなかったんじゃん。いや、わかんないから。うん。人に嫌われて犯罪者扱いされる気持ちが、君にはわかんないんじゃないの？つって。今からとんでもないブーベな。そうなの？うん。意識、自覚なさすぎてブーメラン刺さなかったね。まあそういうね、嫌な思いをずっとしてきたっていうのがね、あるんですよね。うん。俺はもう二度とヒーローを目指さない。約束する。まあまあ。別にヒーローは目指してもいいんだよね。ああいうさ、勝手なことはしないっていうことであれば別にいいと思うんだよ。すごい歪な仲直りでしたけども。まあまあまあ。いやーでもこれが出るだけですごいと思うよ、やっぱ。元からのさ、性格、やっぱだいぶ、性格は元から悪かったってわけじゃないんだよね。やっぱいろんなことがあったからああいう風になっちゃってただけで。でもこの成長はすごいと思う。それから。それから。
体をこねる赤ん坊だ。だから、どうしようもない暴れん坊。いや、いいね。いい話だね。じゃあ、レーススタートね。ん？これは一つまみのためらいもなく言えることだが、この宣言をするのは私にとって人生の中で最高の喜びだ。あそこにバッテンがついてる方がさ、バグっぽくない？すげえ。4人乗っけてもちゃんと走りますみたいな。勝てなくてもいい。ゴールに入れば本物のレーサーになる。この子が勝つってことは、勝つというか、まあ、ゴールテープを切るってことは、レース、正式なレーサーっていうことだから、まあ、プログラムが直るってことかな？強制的にね。おぉ。まあ、大王も出てんだけど。ああ、一個ね、忘れてることがあるんですよ。うるさい、黙ってろ。俺は悪くないんじゃない？お前が連れてきたサイバーグが繁殖してるんだ。嫌いだなあのフェリックス嫌いだな、なんか自分はみたいな感じでさ、なんか戦う選択肢から外れたことでちょっと喜んだよ。なんかあんま好きじゃないな。はい、ゴールを守れ。熱い。あれはハートレスと融合したタイプですね。キャンディ大王の正体。あ、これでわかりますね。どういうこと？繰り返したんだけど。ラルフ見て。あー危ない。あれ？なんか見えたね。これまでの苦労を無駄にされてたまるか。
んだあれ。おい、嘘だろ。あれ悪いタイミングで話しちゃったから戻りましたね。私はターボ、史上最強のレーサーだ。あいつはターボ、新しいゲームの人気に嫉妬してそのゲームに入り込んで乗っ取ろうとしたんだ。そのせいで不具合が起きて、ターボは両方のゲームを、そして自分自身も故障中にしてしまったんだ。うん、永久にね。それ以来自分の役割を変えようとして、プログラムをめちゃくちゃにすることをターボするっていうようになったんだ。うん。最初にね、ターボすんのかっつって怒ってきたけども、それはそういうことです。あの見た目のキャラってね、なんかすげえ悪者っぽいけど。まあもともとはね、なんかちゃんとしたレースの、レースゲームのキャラクターだったんだけど、乗っ取ってしまってってことで。で、なんだろう。故障中になったのか。はい。で、はい、せっかくプログラムし直したこの王国をお前と、あの手のでかいゴリラなんかに奪われてたまるか。わお。それだ。うん。さっきはもう出さないって言ったけど、最後にもう一度だけ。おお。すごいじゃん。急にハリウッド映画になった。あのタイヤが、あそう、ゴールを超えないとこの子はね、正式なキャラクターとして認識されないんで、そもそもこのゲームから脱出できないんで。やべえ、脱出。ああ。でけえな、はい、まずはこいつらを片付ける。了解。あいつらが出てったらまた別のね、世界を壊すことになるんで、出しちゃいけないと。逆転の一手。
なんかあったかな。よし、出口を爆破して塞ごう。このゲームはどうなる？どうすることもできない。ビーコンがないとあの化け物を止める手立てはないんだ。そういうビンコーラの形してんね、あれ。あ、ビーコン。ちょっと壊してくる。ゴールラインで落ち合おう。何思いついたんでしょう。さあ、加工をぶっ壊せ。まずい。 OK、 こっちは任せてくれ。 OK、 ハートレスはね、私がね、やりましょう。OK、 最強のウイルス。はい、まあ、すっげえメントスコーラが起きると。ファイナルステージへようこそ。うわぁ、すげえな。はい、まあレースの終盤なんかぶつかってたよね。はい、その結果融合して、まあターボが勝ったんだね。はい、乗っ取ったと。お前のおかげだよ。今や私はこのゲームセンター最強のウイルスだ。どんなゲームでも乗っ取れる。お前に感謝する。だがやっぱり聞いてもらおう。今ならわかるぞ。お前もこのゲームにとってはウイルス。外から来たよそものだな。ああ、言いそう、言いそうだね、こういうことを。悪役って言いそうてか言うんだよね。ウイルス同士手を組んでこの世界を支配しよう。組むわけがない。世界を支配する前に私も個人的な用を片付けるとしよう。キャンディーを食らうがいい。おお。アラルフが危ない。ファイナルステージ。そうです。早いな。はい。意外とさ、数多いかと思ったけど、一個一個がすごく短かった。上に参ります。どうした？あれ？あ、まずい。そういうこと？
お、早いな。悪役にもできること。やばい。こっちも限界だ。とか、フェリックスは戦えないもんね。そうだよね。もともと戦えないというか、直すことしかできないから、まあまあ、今まで別に戦いたくなくて戦わなかったってわけじゃない。なんかね、イメージで、この人はあんまり良くない風に見つけてたけど、別に悪い人じゃないもん。あ。逃げろ。なんだろうね、本当にもう飛んで火にいる夏の虫みたいな。ね、まあ虫の習性っすよね。ああ。本能には抗えないというか。乗っ取った体が悪かった。どうした？忘れ物したから先に行けって。こんな時にしょうがないやつだ。はい。うん。お？こんなんいたんだ。めっちゃ大きくなってんな。最初に出てきてたやつは、すごいちっちゃかったよね。黒装束だっけ。普通の人間サイズだったんだけど、いろんなやつと融合しまくってでっかくなっちゃって。また？うん。僕たちが違うんだったらなんで付きまとうんだ。黒装束の目的、僕たちで解き明かせたらって思ったけど、しょうがない。あ、
いや、ちょっとさ、シーシーもさ、ファイティングポーズ取ってるよね、ちょっと。やんのって思ったけど、そういうことだよね。はい。いや、いいよ、いいよ、全然いいよ。隠れてて。いや、実はめちゃくちゃ強いのかなと思ったけど。はい。シーシー好きだな。シュガーラッシュの王女。まあ今までもそうですけども、こういうボス級のやつって相当強いんでしょうね。うん、だから相当苦戦するんだろうなと思いますけども。まあシアターモードなんで、もう一瞬なんですけど。倒したでいいのかな？ティーブレード、ビーコン。黒装束はキーブレード使いに引き寄せられてた。この世界ではビーコンにサイバーグが引き寄せられてた。それと同じ原理で、キーブレードに黒装束が。うん。OK。ゴールを見たときに行こう。うん。あれ？思い出した。おー、あ、引きちぎってきてんじゃん。すげえ。意外と。はい。シュガーラッシュの正当な支配者を称えよ。王女様だ。まさかの王女様。なんか、不具合認定されてた間に新しい力をゲットしました。うん、不思議な力を持つ最高のレーサー。すげえ。誰もが見た目通りの人とは限らない。その心の内には別の自分が隠されているのかもしれない。もしそれが闇だったと知ったら。うん。もうすぐ開店時間だ。持ち場に戻ろう。どうやらこの世界の不具合は取り除かれたようだし、ブロックノイズも解消したんじゃないかな。どうでしょうね。それに黒装束のことも報告しないといけないし。うん。そろそろ帰りましょう。部屋はね、壊してもいいぐらいたくさんあるから。うん、ああ、よかったね。それに俺にも仕事が待ってる。まあ、洒落た仕事じゃないけど、責任がある。いいね。ラルフ将軍。黒装束の狙いがキーブレード使いだとして、
主人公でもエフェメラーでもなければ、はい。ああ、よかったね。これ、いいね。いい話だよね。はい。これで終わりなんだ。はい。まあ、シュガーラッシュ、これで全部ですね。ただ、なんでここに繋げたんだろうっていうのはすごく気にはなるよね。お前は違うっていうのもそうだし。ねえ、もうちょっとやればわかんのか。すげえ長かったけど。シュガーラッシュ終わりですね。次回、またね、チリシーカテゴリーに戻って話を見ていきますということで、じゃあ今回はね、これで以上です。ありがとうございました。